ジャン君、おはようございます。眠そうな顔。ジャン君、おはよう。ジャン君、ジャン君、毛づくろいのジャン君。ポンちゃん、今チャンス。プロレスだったら勝てるよ。ポンちゃん、チャンス来たよ。はい、せっかくのチャンスを。じゃあもうおはよう。はい、落ち着いた。桃ということで 桃のジュース、こちらいただきました。桃のジュースをいただきました。というのはこういうことでした。大量ワンケース箱でいただいてしまいました。うん、ありがとう。桃好き黒犬、ちょっと飲んでみますね。はい、あ、そうか、片手じゃ開かない。はい、開けました。サンガリアっていう、メーカーなんだよね、ブランドメーカー、これが前に、ここで出しているブドウジュースが、まあ、絶品だということで、動画内で紹介したと思う。動画かな、配信だったかな、忘れましたが、ちょっと飲んでみます。ちょうどいい、ちょうどいい薄さ、これはいいよ。うん、あのね、薄いのが好きな僕としては、味はちゃんと桃の皮の感じとか、果肉のとこの甘みとか上手に作るね、サンガリア。ちょっと、まあ、おいママさんにも飲んでみてもらいましょう。あ、もう持ってる。ほら。
炭酸が飲めないマオイママさんは、ちょうどいいと思います。ただマオイママさんは濃いのが好きなんだよね、本当はね。濃いっていうか、100% がね、でも 100% に匹敵するような味だとは思うけどね。どのぐらい人間が騙されるかレベルだと思うよ。あ、でもこれパーセンテージは出てないのか。10%未満とかじゃない。そこがいいとこなんですよ。あ、でもね、美味しいでしょ。甘すぎなくていいかも、うん、そこなんですよ。めっちゃ甘いとね、ちょっと私的にはちょっと苦手なんだけど、はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。一番好きかも。あ、ぶどうもうまい。ジャン君、それジャン君ちゃうで。ジャン君、ジャン君呼ばれてるよ。ジャン君、あー、尻尾があったぞ。ジャン君呼ばれてるよ。ジャン君、あれジャン君、なんかジャン君ずっとここにいるのよ。どうした、ずっとなでなでしてたね、ジャン君。あ、やった、やった。それには行くのね、こっちに。はい、よかったよかった。なんかずっとそばでなでなでされとったんやね、ジャン君。はい、嬉しいにゃん、よかったね、ジャン君。今日はマイナンバーカードの写真が外で撮ったやつだったので NG が来たのを室内で撮って送りました。背景が単一色じゃなきゃダメよっていうのを守ってですね。その代わり室内だったので変な感じの色っていうか、なんだ、なんか蝋人形みたいな感じに、ちょっと暗いかな、なんかなりました。自然光じゃなかった。もういいです、それで。しょうがないね、きっとみんなあれで撮るんだよ、なんとかっていうやつで。照明写真用のね、まあ、まあさ、なんだっけ、あれも免許証とかもみんなそうだからね、うん、近いものがあるんだね。さあ、それでマイナンバーカードができたら2万円もらえます。やったね、やったね。今またなんかテレビでコマーシャルやり始めたよ。保険証と、なんだっけ、あ、銀行口座を紐付けると2万円あげますってテレビで言って、一つ銀行口座を紐付けすると公共のなんかがこう振り込み先とかになるらしい。そしたら今使ってるやつでもいいの？そうだよ。そうなんだ。